こんにちは。おやさん専門税理士の田辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。インボイス不要駐車場料を1万円未満にするべきというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問内容になります。1万円未満の金額なら、インボイスが不要になると聞きました。駐車場の金額が1万円で設定しているのですが、 インボイス登録したくないので、金額を下げて、1万円未満にした方が良いのでしょうか、まあ、こういった質問のようになっております。このチャンネルでですね、私が過去メルマガで書いてきた親さんの税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメルマガ、無料でインボイスのチャット相談ができる公式 LINE、 こちらがですね、概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。令和5年税制改正によってですね、中小事業者の事務負担軽減を目的としてですね、創設された規定があるんですよ。それがですね、こちらなんですね。 何かというと、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、社い対価の額、過去税込みが1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、 仕入れ税額控除の適用を受けることができますよと。まあ、こういった規定になっているわけですね。まあ、ちなみに基準期間っていうのは2年前ですね。2年前。法人なれば2期前になってきますで。特定期間っていうのは前年1月1日から6月30日までの期間。まあ、前年の半年間ということですね。で法人なれば全事業年度開始の日以後6ヶ月間の期間ということになります。まあ、つまりですね、この規定を使えばですね、 免税事業者からの取引であったとしても、つまりインボイスが発行できない、インボイス登録してない免税事業者からの取引であったとしても、1万円未満であれば、インボイスがなくても仕入れ税額控除ができますよというような規定になるということですね。つまりインボイスが不要ですよということになるわけです。そうすると、小学の駐車場などですね、1万円未満であれば、インボイスが不要になる可能性があるんですよと。 ええことなんですね。ただし、気をつけなければいけないのがですね、これインボイスが不要になるのは、売上規模の要件を満たす借り主のみなんですよ。1億円以下とか5千万以下とかっていう、この売上規模の要件を満たした場合のみですよ、とことになるわけです。まあ、つまりですね、借り主の売上状況によっては、インボイスが必要になるよ、ということになるわけです。 でこの売上規模なんですけれども、借り主のですね、えー、この売上規模、駐車場の申し込み書などでですね、把握できるかもしれませんね。年賞いくらみたいな形で書かせるのであれば、まあ、そこで把握できるのかもしれないです。しかしですね、この売上規模が分かったところでですね、じゃあその借り主さんによって金額を変えるのかとかですね、まあ、インボース発行するしないを、その借り主さんによって変えるのかっていうのは、なかなかこれ現実的ではないと。 いうようには考えます。まあ、つまりですね、駐車場料金を1枚1枚にしたところでですね、インボイスを発行しなくてよいということにはならないですよということにはなります。まあ、つまりですね、この規定を当てにして、もう金額をもう一律下げるというような判断をしなくてもいいんじゃないかなというようには個人的には思います。まあ、ただしですね、まあ、インボイス登録しない場合になんですけども、まあ、インボイスが必要ですよと仮主さんから言われた時にですね、 その時の対策として、対策として、じゃあ1万円前に下げるから、それでインボイスいらなくするから、それでどうでしょうかっていうですね、まあ、交渉には使えるんじゃないかなというようには思いますので、まあ、それ、その程度でですね、認識しておけばいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、つまりですね、1万円前で募集する段階ではですね、募集する段階ではインボイスが不要かどうかっていうのは判断できない。それは借り主さんの売上状況によりますよということになるということですね。